参加者インタビューその1、ですね、ヨーヨーアーティストのブラックさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、参加者といってもブラックさんは、2年前ですかね、去年。そうですね、2年前、ね、はい、2年前 TEDxTokyo にご登場いただいて、今年の本場の TED にも日本人として、ね、はい、初登壇されましたね。あ、ね、初じゃないんですよ、実は。ね、僕ね、2人目なんですね。1人目が2007年に海老名健一さんというダンサーの方が実は出られてて、それ以来僕は2人目ということになるみたいです。あの動画も、はい、テッドのサイトで公開されているので、出ました、ね、素晴らしいパフォーマンスとスピーチ、皆さんぜひ見てください。はい、ご覧いただけると嬉しいです。はい、今日はまた参加の立場が今までと違うと思うんですけど、はい、そうですね、どんな感じですか？すごい楽しみで、初めてその2年前 TEDx 東京に出演させてもらった時は、うん、まだあんまりそのテッドとかテッド X の文化について正直分かってなかったんですよね。でも今回、今年本家のテッドに参加して、テッドとはどういうものかっていうものが、ある程度理解できたかなって思うんですよね。なのでそういう状態で改めてその TEDx 東京に来れて、その見方がやっぱり変わると思うんですよね。そのどういう気持ちで楽しむのが本家のテッド流なのかみたいなのも自分なりにちょっと解釈できたかなと思うので、今まで以上に楽しめてると思ってます。あの冒頭でもパトリックが、はい、テッドってなんだ、出てくせなんだって多分日本人はね最初に思うと思ってると言ったと思うんですけど、ブラックさんが両方参加されて、はい、テッドのこうコアとなる精神というか、どういう考え方のものかっていうのをちょっとブラック流の解釈で教えてもらえますか？はい、そうですね、テッドって何ってよく言われた時に、日本語だと講演会ですっていう話をすると思うんですよね。ただその講演会っていうと結構、セミナーみたいな印象が僕の中ではそれまであって、偉い人が前でお話をされてそれを皆さんは聞く、それがメインなのかなって思っていたんですけど、アメリカのTEDに参加して感じたのは、その講演会というよりも交流会だなって、ミーティングのようなイメージを強く持ったんですね。もちろんそのスピーチを皆さん聞くんですけど、それを聞いた人たちがですね、その休憩時間になるとこうパッといきなりこう熱い、なんだろうな、交流が始まるんですよね。その多分いろんな雑談とかもあると思うんですけど、そのさっきまで行われたスピーチっていうのはあくまでもその交流のための、呼び水というか、その話のネタなのかなって思ったんですよね。その素晴らしいアイディアを聞いて、私はこう思う、僕はこう思うと、じゃあそれを聞いて例えばこういう企画とかアイディアとかビジネスができないかみたいな話が例えば生まれて、で何かそういうビジネスとか企画を行うのに必要な人材っていうのがもう全員そこに揃ってるんですよね。なのでその場でその企画を実行のアクションに移すことができたりとかする、そのスピーチから始まるまたさらに次のアクションとか、その世界を良くするまた次のアイディアがそこから誕生する、そういう交流会っていうのがテッドの一つの特徴なのかなっていう印象を受けました。今日も会場にいろんな方がいらっしゃって、誰でも登壇できるような方もいらっしゃって、そうですね、でまたオンラインでこうやってね見ていただける方がいて、で会場にはいらっしゃらないけどそこで刺激を受けてまた何か生み出されるっていうこともありますよ ね、 きっとね。そうですね、やっぱりこう見た人がただ見て終わりなんじゃなくて、それで感じたことを自分なりに咀嚼して次のアクションにつなげていくっていうのは、日本の TEDx 東京でも同じことはやっぱりできると思うので、絶対そういうふうに見なきゃいけないっていうわけじゃないけど、一つの楽しみ方としてそういうのも皆さん一つ考えていただけたらいいんじゃないかなと思います。そうですね、セッション1、2と見てきて、はい、特にこう印象に残っているものがありますか？印象に、そうですね、去年もそうだったんですけど、ちょっとTEDx東京少し変わってきてるかなって思ったのが、日本語のスピーチとか、あとはそのカンペの持ち込みが OK になってるっていうのがちょっと衝撃を受けて僕が出た時って英語絶対って言われたんですよね。でそのカンペもダメだと、で僕当時英語でのスピーチって人生初だったんですよ。だからすごい大変だったんですよね。あ、みんないいなっていう思いで見てて、でもだからってそのクオリティが下がるっていうことが全然なかったんですよ。だからその日本に向けた、なんだろう、日本で行うにあたってのそのアレンジがすごくいい意味で効いてるなっていう印象を受けて、サブカル評論家の方がですね、先ほど素晴らしいスピーチをされていたんですけど、もう大量のカンペを持ち込んでですねスピーチされてるんですよ、日本語バリバリで。衝撃でした。衝撃でした。でもすごいね、面白いんですよ。
だからなんだろうな、その一つTEDxって、まあ、TED の仕組みをもちろんベースにはしているんだけど、必ずしもその仕組みにとらわれるんじゃなくて、やっぱりなんだろうな、自分がやりやすい方法で、自分を一番表現しやすい方法でそうやってプレゼンされることで、より自分の強みを生かして、あのオーディエンスにも楽しんで聞いてもらえるような形になってるなっていうのは素晴らしいことだなって思いました。また午後のセッションも、ね、楽しみですね、はい、楽しみにしてます、はい、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、楽しんでください。はい、はい、ブラックさんでした。